今日はジョングクの恋人が今本当にいないのかどうかということをタロットカードで鑑定してみようと思います。タロットカードとは78枚組の占いカードで、それぞれに基本的な意味が込められており、カードを並べてそのキーワードから物事を占うものなのです。タロットカードが当たる理由としては、質問に対する答えを潜在意識または集合的無意識から読み取るためと言われています。というのも、このような出来事があったからです。これは10月2日の出来事なんですけれども、ジョングクと思われる人物が女性とイチャイチャしている、部屋の中で仲良くしている、そのような様子が盗撮され、それが拡散されたことにより、ジョングクがライブ配信にてファンに恋人がいませんと、そのように言ったことから始まっております。こちらの記事をご覧ください。ジョングクはライブ配信を通じてファンと交流し、彼女はいないから彼女にも会わない、仕事だけしていたいので必要性を感じられない、彼女はいないからもうこの話はやめてと再度強調したということです。また、彼女はアーミーにしよう、今は本当にアーミーしかいない、僕にはアーミーだけだから心配しないでと付け加えたということです。このように本人が断言しているのですから、今彼女がいないんだと思いますけれども、本当にいないのかどうかっていうのが単純に気になったのと、そうは言っても、この写真を撮られた際には、女性とイチャイチャしていたのはおそらく事実だと思うので、その時の恋愛は一体どういうものだったのかということが気になったので、今回占いをしてみます。それでは占いスタート。タロットカードに、ジョングクの発言は本当ですか？今本当に恋人はいないのでしょうか？と質問を投げかけてみました。そうしましたら、このような結果となっております。こちらのカードは世界ザワールドというカードになり、その逆位置です。もし逆ではなく正位置だった場合は、完成という意味があり、恋愛においても最高の幸福、素晴らしい出会い、精神的な幸福などとっても良い意味なんですけれども、それの逆位置ですから意味も逆になります。ということは、中途半端な状態、未完成な形と言えるんじゃないでしょうか。ですから、このカードの結果から見るに、本当にジョングクには今彼女がいないと思います。またあの動画や写真が撮られた際の恋のお相手としては、本当に真剣になるような最高のパートナーである、結婚を考えるような相手ではなかったって言えるんじゃないでしょうか。最初からそのようないい加減な気持ちでジョングクはお相手と付き合ったわけではないんでしょうけれども、恋愛していくうちにちょっと違うな、これはジョングクもお相手も両方が思ったかもしれませんが、なんか違うなという感じで、中途半端な形で終わった恋愛と言えると思います。そしてそのような恋愛を経て、ジョングクは現在恋愛するパワーがない、新たに恋愛しようというようなエネルギーが心の中から湧いてこない、気持ちが恋愛モードじゃないと言えるんじゃないでしょうか。ここで主の占いサイトのお知らせです。このカードの意味として、狭い世界という意味もありますので、現在は本当に仕事と家の往復、それ以外の出来事がそんなになく、狭い世界で自分の生活が完結してしまっているので、恋愛の相手が出てくるような状態ではないと言えるのかもしれません。いずれにしても、本当に現在のジョングクには恋人はいなさそうです。さらに今度はタロットカードではなく、ジョングクの生年月日と生まれた場所からホロスコープを出して占ってみたんですけれども、ホロスコープとは出生図とも言われ、占星術における各個人を占うための天体の配置図です。持って生まれた資質、またそれがどのような分野で発揮されやすいのかなどがわかります。ジョングクは太陽星座が乙女座です。また水星星座も乙女座ということで、仕事上での態度、行動、公の姿、基本的な性格が乙女座の要素が強い。コミュニケーションの仕方や言語能力、知性、学習能力なども乙女座っていうことなのですが、これが表すことは、基本的に
根拠が全くないことは口にしないというのが挙げられます。乙女座さんは物事を見る目が非常に現実的で具体的に考える能力がありますし、分析力や記憶力にも優れていて頭の働きが良い方が多いです。またそのような鋭い分析能力から得た知識や現実の出来事以外は口に出したくないというようなきちんとしているところがあります。まるっきりの嘘やデタラメ、単なる想像で物事を言い切ったりしない、現実とは180度異なることを公の場で口にはしないと、非常にそういうところはきちんとしている部分があるでしょう。乙女座は地星座に分類され、具体的で現実的な性格です。あえてその場で嘘をついて後から物事が複雑になるのが嫌だという気持ちも大いにあったでしょう。もし嘘をつくならば覚悟を決めて嘘を貫き通すくらいの気持ちがあるかもしれません。いずれにしてもジョングクはその場のノリや勢いで大げさな表現をするのは好まないタイプです。ですから本当に恋人がいる場合、わざわざあのようにファンの前で断言はしませんね。もし恋人がいるとしたら、あえて嘘や反対のことは言わずに黙っていると思います。なのでまとめとしては、今回の発言は本当のことである可能性が非常に高い、また現在は恋愛モードではない、恋愛をしたいという気持ちやエネルギーが足りない、そして以前の恋愛は中途半端な形で終わった、長くお付き合いをするような相性が良い相手ではなかった、なので現在はお別れしていると言えるんじゃないでしょうか。それではここで X でのみんなの反応を見てみましょう。あの動画が本物だろうが、今彼女がいようがいませんって、この騒動を受けてジョングクが発言してくれたならそれで十分、その言葉の裏や事実は気にしない。ジョングク、彼女はいませんじゃなくて、彼女は常時100人くらいいるとか7大陸に1人ずついるって言えばいいのに。彼女いないのが本当だとしても、みんなジョングクさんがアミとは友達でいたいと言っていたことを覚えてる？そんなジョングクさんにアーミーは彼女と言わせてしまったことがなんだかショックでたまらない。彼の誠実さ真面目さが大好きではあるけれど、今は悲しい。大事な人ができたらその人の手を掴んでいいんだよ。ジョングクに素敵な恋して幸せになってほしいとかうるせ。今彼女いないってだけであんな顔面国宝で億万長者なんだから、こっちの心配無用で素敵な恋してるわ。皆さんはどう思ったでしょうか？それぞれ意見が異なって当然です。どれが正解とかありませんね。終わりです。ジョングクや BTS の占い動画は説明欄から